福島第一原発は地震と津波により全電源を喪失しました。原子炉建屋のある海抜10メートル地点は全域が水没。異常用ディーゼル発電機も海水を被り故障。中央制御室の全ての計器が作動していません。原子炉は今どうなってるのか確かめるすべがありません。冷却装置が動いてるって言ってただろう。電が空いてる状態かわからなくなりました。わからなくなったかお前。数時間のうちに格納容器が破損するということです。 チェルノブイリになるぞ。1号機の格納容器内圧が620キロパスカルを突破。外部への放射性物質などの影響は確認されておりません。福島第一原発はなんで焦燥してこない。いい加減中身の出る答えはやめてくださいよ。いいから。それも鑑定が9時に言ってんだよ。すぐにドライウェルベントをやれ。放射性物質の拡散量が増えるが、もう仕方ないだろう。格納容器が壊れたらまずいだろう。知ってます、そんなことは。 私たちは何かを間違ってしまったのか、それとも避けようのない運命だったのか。もう東電はずっとあと何時間ですって言ってきてる。今度はどんな言い訳をするつもりなんだ。必ずやります。君が言うしたか。はい。全電源を喪失しているには方法は一つしかありません。人間の手で開けてやる必要があります。誰が行くことになるんだ。中央制御室の運転員たちです。被爆は避けられないでしょう。 探してくれないならそれはそれでいいんですよ。私がそっちに探しますから。原発の中に入れてくださいよ。事態はそんなに悪いのか。もうこの福島第一原発はどうなるか分かりません。2011年3月11日、その日から始まったあの数日間は